まあ今安田コーチ言ってくれたんだけど、とっても良かったと思います。でその理由っていうのは、試合の中で、まあ、できてないこととかを、その次できなかったことを、まあ、見てたらちゃんとできるようになってたっていうのが一番大きなところ。今回の試合、例えばあの和成とか話したけどさ、あのカットアンドリレーするときに声が聞こえないから、こういう風にちゃんと声かけてねって一言が出たりとかね。あとはユイトがあのカバー行くときとかにちゃんと春馬とかに話して、ここはこういう風にした方がいいよ、こういう風にしようよって、もうすごく自発的に、この自発的ってとこが本当に大事で、ここが試合の中であのすごく見えたので、そういう意味では安田コーチが言ってくれてたみたいにすごく良かったなっていうふうに思います。であと、例えばさ、今日初めてこうピッチャー上がってね、初めてのポジションをやって、みんな多分緊張してくれ、緊張しちゃってさ、顔見てても、まあ、アップアップだなとか分かるんだけど、だけど言ったみたいに、最初に言ったけど、快適な、自分がすごい快適だなって思ってるゾーンから抜け出すこと以外人間って成長しないの。これはミネソタツインズが今、じゃあ三好コーチマイナーリーグの監督やってて、何百人って従業員がいるけど、これは従業員全員にミネソタツインズ自体が求められること、分かる。だからそういう意味では、例えば今日ティクレどこに初めてやって、結構行くか行かないかって、多分安田コーチに行くか行かないかで、そう迷ってどうしようどうしようって、でもやっぱ行きますってあそこで投げに行ってさ、まあもちろんね、初めてだから自分が思い描いた通りの結果は結果通りに行かなかったかもしれないけど、だけど今さっき話したらさ、じゃあ次にどういうことやったらいいって、それは何でだと思うって話聞きに行ったら、自分の中に次こうやって やっていけばいいんじゃないかっていうアイデアがあるわけ。ここが大事、わかる。これをいつもいつも自分で見つけていかなきゃダメ、自分的に。で何度も言うけど、自発的って言ったけど、昨日かロサンゼルスドジャースがワールドシリーズ勝ったんだ。で三好コーチすごく仲のいい、あの石橋文正さんってずっとドジャースで十何年働いてる友達がいるんだけど、彼もマイナーリーグの監督やってるんだけど、日本人だね。でそのドジャースがタンパベイレイズとやった時に2勝1敗で迎えた4戦目か、絶対勝てる試合9回で落としたんだ。すっごい悪い流れで落としたんだ。で2勝2敗されちゃったんだ。もうそれとって3勝1敗してる次の試合でワールドシリーズ優勝決められるんじゃないかぐらいの試合だったのに、本当にありえない負け方で落としたんだ。もうあそこ本当に雰囲気悪くなるんだ。だけどその次の日にクレイトン・カーショーってメジャー代表する30億円ぐらい年俸稼いでるピッチャーがその次の試合投げて勝ったけど、その時にホテル、じゃあ選手たちが帰った時にどうなったかって言ったら、選手が監督コーチに言われることなく自発的に選手のグループテキストメッセージって自分たちの LINE グループみたいなやつで、絶対に自分たちは明日勝てるから、今日のことは切り替えて明日勝つぞって、俺たちはいいチームだから必ずワールドシリーズ勝てるんだって誰に言われることもなく自発的に出た、クレイトン・カーショーがあのインタビューの中で言ってたんだよ。でここの自発性、メジャーのトップレベル、本当トップ極めるような人たちってそういうのが本当ちゃんとあるんだよ。だからここ来た時は細かく技術のこととか言わないから、それいっぱい気づくことあるけど、そんなことよりもまず大事なことっていうのは、自分たちが主体性持って考えて、じゃあ次どうしようかっていうのを一人一人が分かること、失敗した時に OK。 だからそこが、今日の試合に関してはすごく見えたから、だから来週以降もそういうことを自分のできる範囲でいいから、ここに来てる時は他人と比べて、じゃあ自分はこの人より上手いな上手くないなとかじゃなくていいから、自分のできる範囲 のベスト尽くして、そしたらその子にとってのベストってどうなんだろうってこっち見てるから、でその中で今日言ったみたいな挑戦があれば何度も言うけど、それは評価ある。そういうことをちゃんと見てるか から来週以降もそこをちゃんとできるやってくれたらなと思って、引き続きね、いい試合して頑張ってください。以上です。